人間無骨とは、鬼武蔵の使った悪魔のような十文字槍。人間無骨とは戦国時代織田信長に仕えた猛将森長吉が愛用した槍の名前です。名工と謳われた刀鍛冶二代目泉の神金貞が手掛けた穂先が十文字になった槍で、その名前の由来は槍の表と裏に人間無骨の文字が刻まれているためだそうです。しかし人間無骨の凄さは、それを愛用した森長吉の武勇伝なしには半減してしまいます。そこで今回は猛将森長吉と彼の愛僧人間無骨の物語を解説しましょう。人間無骨の由来と性能。十文字槍人間無骨は、刃の部分が長さ 38.5cm、横幅 35.2cm で、そこから持ち手である茎がつきます。この刃は付け根の部分で3つに分かれ、真ん中が一番長く、左右サイドの刃は垂直に伸び、切っ先がカーブした揚げ釜十文字槍と呼ばれる形状です。特徴的なこの槍は、つけば槍、払えば薙刀、引けば鎌という言葉が残っているように、3つの性能を持つ優れものなのです。では人間無骨の名前の由来はというと、十文字槍の刃があまりに鋭利で、突き刺した人間に骨がないかと思えるほどにスイスイと刃が通るからです。そこは名工二代目泉の神金貞の腕前によるものなのでしょう。生首が刃を突き抜けて地面に落ちる。十文字槍人間無骨には切れ味に関する恐ろしい逸話が残っています。ある時、持ち主である森長吉が敵の首を人間無骨の穂先に刺したまま、槍の石突きを地面に突き立てたところが、穂先に刺した首が刃を突き抜け、そのまま茎を通過して地面に落ちてしまったというのです。頭蓋骨すら簡単に突き通してしまう人間無骨の槍の切れ味が伝わる話ですね。初陣と人間無骨。十文字槍人間無骨が森長吉と共に戦場に出現したのは、長吉15歳の初陣、第3次伊勢長島一向一揆の鎮圧でした。この戦いに織田信長は10万もの大軍を派遣し、12万の一向一揆に対し徹底した殲滅作戦を取ります。3万人の一向一揆の門徒が虐殺されたこの戦いで、初陣の森長吉は人間無骨を振り回して27もの首級を挙げて信長に称賛されました。この時から小牧長久手の戦いで長吉が鉄砲の銃弾に倒れるまでの12年間、人間無骨は無数の人間の血を浴びることになります。下半身が敵兵の血で赤くまみれた森長吉。森長吉と人間無骨の血も凍るような凄まじい活躍を一つ紹介しましょう。天正10年1582年、織田信忠と共に甲州征伐に向かった森長吉は、順調に武田の兵を蹴散らし、西名森信の守備する高遠城を攻めます。長吉は信忠本隊と合流すると、月倉山を登り、本隊とは別行動で高遠城に押し寄せると、高遠城三の丸の屋根に登り、板を引き剥がして城内へ鉄砲の一斉射撃を加えさせ陥落。さらにそこから本丸方面の高遠城の守備兵を射撃して多くの敵を打ち倒します。さらに本丸の制圧で長吉は自ら人間無骨を振るって戦い、手に傷を負うものの城兵を突き倒すなど奮闘しました。合戦が終わって帰還した長吉の下半身は敵兵の血で真っ赤に染まって濡れており、総大将の織田信忠はそれを見て長吉が負傷したのではないかと思ったそうです。この戦いで人間無骨はどれだけの血を吸ったんでしょうね。かなりクレイジーな森長吉。人間無骨を持っていた森長吉は、ただ強いだけではなく、かなりクレイジーでした。森長吉の頭領名は武蔵の神ですが、それには以下のような無茶なエピソードがあります。織田信長が京都に居を構えていた頃、近江の瀬田に関所を設けて、戦国大名には氏名を記して通行させていました。長吉が瀬田の関所に差し掛かると、関森が仕事なので家名を名乗るように言われますが、長吉は急いでおるとして下馬もしないで通ろうとします。命令なので関森が前に立ちふさがると、信長公の御前ならともかく、この活像に下馬を強いるとは何事と惨殺。さらに
止め立てするなら町を焼き払う、と叫んだので木戸は開かれました。その後森長吉がこの一件を信長に話して才華を仰ぐと、信長は笑い、昔五条橋で人を切った武蔵坊弁慶がいたが、長吉も瀬田の橋で人を切ったとして、今後は武蔵の神と改めよと言ったとか。どうも森長吉は弟の森蘭丸同様に信長に寵愛されていたそうで、よく叱られる割に厳重処罰はなかったそうです。いやいや、真面目に仕事して切り殺された関森の立場は、どうも森長吉はクレイジーですね。森長吉の最後、本能寺の変後、森長吉は小牧長久手の戦いでは幕府の池田恒興と共に羽柴秀吉につきました。しかし徳川軍を相手に羽黒の戦いに敗れて敗走、戦線の膠着状態の戦況を打破すべく羽柴秀次を総大将にした三河の国中入り部隊に第二陣の総大将として参加します。ここで森長吉は不退転の決意で鎧の上から白装束を着て出馬し、岡崎城攻略を目指して奮戦し、一色城や長久手城に放火して回ります。そして岩崎城の戦いでは池田軍に横合いから加勢して丹羽氏重を討ち、手薄な北西部の覇所から岩崎城に乱入して加藤景常を討ち取りました。ところが奮戦もここまで、徳川家康も動いており、徳川軍の別動隊により総大将の豊臣秀次は敗走、その別動隊は堀秀政が破ったものの、その間に家康の本隊が二陣と三陣の間に割り込んで布陣し、池田森隊は孤立します。もはや決戦は不可避となり、長吉は池田隊と合流して徳川本隊に挑み、井伊直政の軍と奮闘するも、水野勝成の家臣水野太郎作清久配下の鉄砲足軽杉山孫六の狙撃で眉間を撃ち抜かれ即死しました。その後の人間無骨、即死した森長吉の首を回収すべく森隊が出陣しますが、大久保忠世配下の本田八蔵が突進して森部隊を追い散らします。あわや首と人間無骨は家康の手に渡るかと思われましたが、その時徳川では首を打ち捨てるように命じており、おまけに八蔵は長吉の顔を知らなかったので、ただの侍大将程度に思い鼻だけ削いで行ってしまいました。その後敵兵になりすました森長吉の小将が長吉の首を切り落とし、白装束で首を包んで槍の先に引っ掛けて馬に乗って引き上げたので、人間無骨と長吉の首は森家に戻ってくることになります。戦国時代ライター川嘘の独り言。以上、人間無骨と森長吉について解説してみました。甲州征伐の手柄で20万石を与えられた長吉は、本能寺の変後の逆境でも親方様の敵を討つと宣言するや、敵陣を蹴散らして美濃まで帰還し、混乱の中で丘陵の東美濃を11ヶ月程度で統一するほどの武勇を見せています。東国に領地を得た者には本能寺の変後川尻秀隆のように帰還できずに殺害されたり、滝川一益のように全ての領地を失い命からがら落ち延びた武将も多いですが、森長吉の強さは何なんでしょうね。桁違いです。そんな長吉に持たれたからこそ、人間無骨もその切れ味を遺憾なく発揮したと言えますね。